そっか、その同期の友達も元彼の味方になっちゃったんだ。でもちゃんと話を聞いてもらえば信じてくれたんじゃない？信じてもらいたい気持ちより悲しさの方が上回って、もういいやってなって。辛かったね。頭ポンポンいただきました。夏目さんって都内の大学卒ですよね。なんで地方本社のうちの会社に入ったんですか？高校の頃、帰り道に、その日は人生最悪な出来事があって、うつむきながら歩いていたら、高校と照らされる何も書かれてない大きなパネルに目が留まった。ギリギリまで近づいて、やっと小さい文字を見つけて、そこにあった言葉を見て力が湧いてね。そのパネルを作ったのがうちの会社だったんだ。いい話だ。私は上京したくて東京に支社を持ち、本社がある私の地元で就活できるって理由で入社したんですなんて言えないぜ。それでそこにはなんて書いてあったんですか？大丈夫ですか？夏目さん、初めて話した時のことを覚えてる？あの日からずーっと君のことが忘れられない。場所変えて話の続きしない？うちこの近くなんだ。ずーっとか、まるでとっても昔から思っていたかのような。金魚いる。部屋に呼ぶってことは引っ越しの片付けまだできてなくて。そういうこと。適当に座って。もちらさん何飲む？だよね、さなぎって呼んで酔ってますが何か。展開が早かろうが順応してみせますとも。大人ですから。さなぎ。あれらはきっと試練だったのね。このエンディングを迎えるための。そういえば、あのパネルに何て書いてあったか言ってなかったよね。え、このタイミングで？戦え。おっば。ずうずうしくもこの俺様に本気で相手にされていると思うとはな。あんたは覚えていないようだが、俺はあんなひどいことをしたあんたを一日たりとも忘れたことはない。ずーっと恨みを晴らせるこの時を待っていた。その腹が立つほどほうけた顔、本当に一かけらも覚えてないのかよ。俺が地元の同級生だってことも。え？今まで何度あんたに罰を与える夢を見たか。偶然にも同じ会社にいると知り、必死で仕事をして、ようやく出世街道に乗り、あんたのいる東京支社に配属されたってわけ。私がいると知って？そこまで憎まれる理由って、私は一体あなたに何をしたのでしょうか？じっくり思い出させてやるよ。これはプロローグ、ただの余興だ。これから毎日じわ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 と苦しませてやるからな、さなぎ。